はい、皆さん、こんばんは。本当に暑い日が続いてますけども、フランスの、これ、全部で3冊あるんですけども、一番最初の部分ですね。そこに書いてますように、1715年から1799年までのフランス人なんですけども、イギリスの、歴史家が書いた本なので、いわゆる事実の列挙じゃないんですよね。ある程度、分かってることを前提に書いてますから、結構これ難しかったですね。はい。最初はルイ14世の、地位は国家なりというフランスが非常に栄えた、いわゆるアブソリュートモナキーですね。絶対君主制から始まっていくんですけども、問題はその後ですね。14世が亡くなって、やっぱり長寿だったんですよね、ルイ14世はね。なので、ルイ15世が後を継ぐんですけど、息子が天然痘ですぐ亡くなっちゃうんですよね。で、その後継いだのが、ルイ16世なんですけども、これはルイ15世の孫にあたる人なんですけども、それが、後を継いで、ご存知のように、フランス革命の時にギロチンにされるわけですけども、その前に、若くして王位についたので、側近に頼らざるを得ないわけですけども、側近がですね、なんていうんですかね、いいこと言って、財政はガタガタなんですけども、うまいこと帳尻合わせる。いわゆるクック・ザ・ブックスってやつですね。そういうのを財務大臣がやって、ルイ16世は、それで満足してしまうんですけどね。実際にはもう、台所は火の車なんですけども、そういうのが長年ついたのと、あとはもちろん、よく言われるのは、マリー・アントワネットの、贅沢さ、食べ物がなかったらケーキでも食べればいいというような話なんですけど、そういうものとか、あと戦争もありますけどね。そういう、この本に書いてあったのは戦争とか、マリー・アントワネットのその贅沢三昧の生活、そんなことよりも何よりも、一番フランスの国家の財政を揺るがしたのは税制度だって言ってますね。だし、税金を取るのはどこの国でも当たり前なんですけども、その税の規模が多層にわたってるわけですね。ある税金はこの役人が取って、その役人はまた別の税金を農民から取って、また別の役人がまた農民からいろんな税金を取るって。もう、いろんなところにその賄賂が行かなきゃいけない。賄賂ですね。ビーナルオフィスって書いてましたけど、結構賄賂をですね、渡さなきゃいけないんですよね。それで、最終的に国庫に入っていくのが減ってしまうというのが、もう長年続いてたんですね。14歳の時からそういうのがあったみたいですけども、それでもどれがこれかやってた帳尻をね、表に合わせてたんですけども、どうも、どうしようもなくなったっていうのが、最終的なことなんですけども、ただし、社会的な問題に関して言えば、1789年のフランス革命の前は、例えば1780年代とかは、結構、社会的には改革的なことをやってるわけですね。例えば、フランスはカトリックの国ですけども、プロテスタントをね、認めて、プロテスタントの人と結婚しても構わないと、法律を作ったり、ユダヤ人に対する特別税ってあったんですけど、それを廃止したり、そういう非常に、改革的なこともあったんですけども、やっぱり最終的には、財政問題ですよね。当然、一般の農民、労働者、こういう人たちが、蜂起して、で、最初に蜂起したのはそういった農民とか労働者なんですけども、そのエネルギーを抽出して、さらに大きくしたのが、サードエステートっていう、中流階級に当たる人たち。その人たちが革命をさらに拡張していく。ということで、で、1789
98年、89年ですか、だからすぐ起こって、最初はですね、ルイ16世は、ギロチンとかそんなの全然考えてなかったんですね。最初は、立憲君主制というものを考えたんですね。一応まあ、君主制は残すということで、憲法に基づいて。ところがですね、ある秘密文書が見つかったんですよね。それは、こういうのベルバラで、皆さんよく知ってると思うんですけどね。ベルサイユのバラで出てきたんじゃないかと思いますけど、当時オーストリア、オーストリアはもちろん、ルイ16世の奥さんのマリー・アントワネットの故郷ですけども、当時フランス、16世の時は、フランスの敵はオーストリアやったんですよね。そのオーストリアと、密通というか、その秘密の約束を交わして、いたっていうのは分かったんですね、ルイ16世が。敵と、まあ、密通してるということで、これはもう反逆罪だと。完全にこれはもう、トリゾンだということで、じゃあ裁判にかけようと。で、裁判にかけるんですけども、まあ、その時の、これもなんかベルバラであったみたいな、ベルバラ読んだり見てませんけど、一票差で有罪刑になるんですけど、ちょっとこの本に内訳書いてあるんですよね。ルイ16世が有罪の、反逆罪で有罪になるんですけども、実際にはですね、28票は、表に参加しなかったんですね。28人は。321人は、失敬以外の罪に賛成という投票で、13人は、執行猶予付きの失敬。26人は、失敬なんですけども、死刑の執行を延期することを考えると。まあ、これはちょっと後でディベートしようと。で、もう、無条件に死刑っていうのは361年ということで、さっきのその最初言った無条件に以外の人たちを全部集めると360人。で、無条件に死刑っていうのは361なんで、わずか1票差で死刑が決まってしまったということですね。はい。後にそれで、当然、マリアントワネットも、死刑なの。まあ、ギロチンにされるわけですけど。この、ギロチンなんですけどね。まあ、フランスの医者の名前を取ってるみたいですけど、この本の中にはね、ギロチン以外に、ドライギロチンって書いてますね。ドライってのは乾燥した。乾燥したギロチンってのはどういうことかっていうと、死刑じゃないですね。七魔送りの刑なんです。そこはもう熱帯の雨林になるところで、もうマラリアとかが蔓延したところなんですね。どこかというと、フランス領ギアナ。いわゆる南米ですね。ブラジルの上の方です。フランス領ギアナって、ね、今フランスの宇宙センターがあるところですね。アリアンヌロケットとかなんかその出てきてるところなんですけど、当時は流刑の地で、そこで流されていくってあったんですけども、死刑の次に、ひどい罪は、ドライギロチンっていうらしいですね。まあ、乾燥したギロチンって言われて、フランス領ギアナに送られる。まあ、それで、革命を起こって、一応、まあ、共和国ができるわけですけども、その中で、まあ、派閥がね、こんなもん、歴史の本に書いてますけど、ジャコバン党とかジロリン党とかいろいろあるんですけど、まあ、ジャコバン党を率いる、いわゆる強硬派ですよね。ロベスピエールとか、マラとか、ダントンとか。こういう人たちは、また別の分派によって、まあ、ダントンもね、ロベスピエールも処刑されますけども、血で血で洗う。まあ、いわゆる、ロベスピエールの時代は、レインオブテラーという恐怖政治の時ですけども、まあ、ちょっとでも、なんか革命に、ちょっと、なんていうんですかね、緩めるようなことがあったら、まあ、極端ですけど、もうすぐエクスティミズムが、起こった時ですから、もしかしてみんなもう処刑ですよね。当時はね。はい。で、まあ、フランス革命が起こった時に、マリー・アントワネットが希望したことは、彼の弟は、オーストリアの、レオポルドっていう、オーストリアの王様になってますから、まあ、ちょっとフランスに介入してくれ、軍事介入してくれないかとか、あとは、ルイ16世の弟に届くのかな、
海外に亡命してる人も生きてるんですけども、まあ、そういった人たちにですね、イギリスとかロシアとかいろんな国に対して、介入してくれないか、まあ、声をかけるわけですけど、どこの国も一応口ではですね、ああ、わかったわかったって言うんですけども、やっぱり何もしたくないわけですね。ピース。何があってもピース。なんとなくこの辺読んでて思ったのは、中東戦争でパレスチナ人が、今のパレスチナの土地から追い払われて、いろんなアラブの国に行って、アラブの国の、まあ、資料上にいますけど、そこの国々はね、ヨルダンでもレバノンでもどこの国でもそうですエジプトでも、いや、パレスチナの国を作るのを助けてあげますよ、と口では言ってきます。ときながら、なかなか戦争には至らなかったですよね。まあ、実際には63年、68年か、あ、67年の6日戦争になりましたけど、それまでは48年の独立からね、なかったですからね、まともな戦争は。それ考えていくと同じような感じですけど、いずれにしても、まあ、列強はですね、介入したくなかった。ところが、フランス革命が起こった後のフランスは、やっぱりこう不安なんでしょうね。襲ってこないんじゃないかということで、自分から兵を立てて、地球への国を、に戦争をかけていって、当時戦争しなかったのはスペインじゃないわ。そうですね。スペインとスイスぐらいですね。あとほとんどの国と戦争状態ですね。はい。というぐらい、まあ、最終的にはもうナポレオンが出てきて、ナポレオンはまだ皇帝になってないですね、この本の中では。ナポレオンはまだ皇帝にはなってない時ですね。次の本で多分皇帝になると思うんですけど、ちょっとこれ本当は3冊あるので、2、3と続けて読みたいんですけど、ちょっとこれは続けて読むのしんどいんで、やっぱり、ノンフィクション、フィクション、ノンフィクション、フィクションのパターンでいくので、次回はまた、まず、フィクションを読んでから、第2部のフランス教を読もうと思います。はい、ということです。本日はここまでです。おやすみなさい。